小枝パイセンと道枝のレッツサステナブル、エコ枝検定受けてみた。よろしくお願いします。道枝俊介です。そしてこちらが小枝パイセンです。いや小枝だよ、小枝パイセン。小枝パイセンか、すいません失礼しました。というわけで今日は道枝君にエコ枝検定を受けてもらいます。エコ枝検定とはサステナブルな活動に取り組む小枝が独自に作った検定である。じゃあ早速レッツサステナブル。サクッと。環境に配慮し2020年7月から全国で有料化されたものは、これはね僕わかるんですよね。答えはですね、レジ袋。はい正解。よっしゃー。ちょっとこれ意外と簡単じゃないですか、パイセン。あ、甘く見てる。甘くて美味しいのは小枝だけで十分だぞ。サクッと。国連が掲げた SDGs とは何の略？サステナブルディディ何何ディ何何ゴールズみたいな。正解はサステナブルデベロップメントゴールズですね。あ、日本語で言うと持続可能な開発目標。なるほど。サクッと。発売50周年の小枝はある特別なカカオを使っています。一体どんなカカオ？ちょっとパイセンヒントもらってもいいですか？さから始まるカカオなんだよね。わかった、サステナブルカカオ。正解。よし、これ全部小枝ですよね。すげえ。農家さんとか地球に優しい認証されたカカオってことですよね。さすがパイセン、小枝聞いてますね。サクッと。ゴミを捨てるときに心がけたいエコな行動がいくつかあります。一つお答えください。これをエコな捨て方でしょう。どうしようかな。燃えない、燃やせる、リサイクル。折りたたんで捨てると。箱を折りたたんで燃やせるゴミに捨てる。半分正解。半分か。紙リサイクルに出すのが大正解。もし汚れていたり匂いがついていたら折りたたんで燃やせるゴミに捨てよう。なるほど、そうか。でもパイセンは美味しく食べれるからゴミは出ないですね。え？ということで以上で終了。道枝君には伸びしろしかないな。パイセンありがとうございます。頭使ったらちょっと甘いものが食べたくなってきちゃいました。ちょっとパイセンいただきます。え、あー、うん、やっぱ小枝はサクサクで美味しいな。そうだろう、小枝はサクサクだろう。パイセンサクサク続くよ、これからもレッツサステナブル。小枝は今年発売50周年。